はい、どうもトレーナーの染谷俊樹です。今回は減量スタート時の摂取カロリーについて話していきたいと思います。私今までに7回コンテストに出場していて、全部体脂肪率を 5% まで落とすことができました。で、今年2023年5月の大会ではフィジークノービスで3位になることができました。写真はこんな感じです。今回説明する摂取カロリーの設定方法については、バキバキに絞る減量だけじゃなくて普通体型を目指す健康的なダイエットにも使える内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。早速やり方を説明していきます。減量スタート時の摂取カロリーの設定方法の流れとしては、まず1、計算上のメンテナンスカロリーを求める。2、計算上のメンテナンスカロリーが正しいかを確認する。3、段階的にカロリーを落としていくです。まず1の計算上のメンテナンスカロリーを求めるから、深掘りしていきます。まずメンテナンスカロリーっていうのは体重が減りも増えもしない摂取カロリーのことを言います。で、このメンテナンスカロリーっていうのは基礎代謝×活動量で計算することができます。基礎代謝っていうのは何もしないでも消費されるエネルギー量のことで、体組成計で測定するか、もしくは Google で、基礎代謝計算みたいな感じで調べてもらえると基礎代謝の計算方法が出てきます。私を例にすると、私は174センチで大会時の体重っていうのが63キロ、今はオフシーズンで71キロぐらいです。その私の基礎代謝っていうのが1600から1700キロカロリーになります。で、活動量については週3回以上トレーニングをしているっていうのは前提とさせてもらって、デスクワークの人は 1.3、やや活動量が多い人は 1.5、結構活動的な人は 1.7 で計算をしていきます。私の減量の経験上であったりとか、お客様のダイエットをサポートしていく中での経験上、だいたい 1.5 ぐらいにしておくのがいいんじゃないのかなと思います。この 1.7 っていうのはかなり運動量の多い人になってきますね。ですので、私を例にするとメンテナンスカロリーは基礎代謝、これが1600キロカロリーだとして、かける活動量の 1.5 になるので、計算上のメンテナンスカロリーっていうのが2400キロカロリーになります。こんな感じで皆さんにもちょっと計算していただいて、次に2、計算上のメンテナンスカロリーが正しいのかを確認していきます。で、確認方法については簡単で、この計算上のメンテナンスカロリーで2週間ほど食事制限をしてみてください。もし体重にほとんど変化がないのであれば、この計算上のメンテナンスカロリーっていうのは正しいことになります。で、メンテナンスカロリーが正しいのであれば、そこから 100kcal マイナスして減量をスタートしていきましょう。で、もし仮に、この計算上のメンテナンスカロリーで食事を2週間制限してみて、体重が落ちていく場合については計算上のメンテナンスカロリーがずれていたことになりますので、すでに減量の摂取カロリーの設定になってしまっていますので、そのまま、そのカロリーで減量することをお勧めします。私の場合は何度も減量を行っているので、どのぐらいの運動量でどのぐらいの摂取カロリーにすれば、体脂肪が落ちていくのかっていうのが分かるんですけれども、初めて減量するのであれば、この計算上のメンテナンスカロリーから無理にカロリーを落とすんじゃなくて、少し減量の期間が伸びてしまってもしっかり確認作業をしてもらって、計算上のメンテナンスカロリーから少しずつ減量を開始していきましょう。で、次、3番、段階的にカロリーを落としていくについてですが、摂取カロリーをできる限り多く取りながら減量を行った方がトレーニングのパフォーマンスが落ちにくくなりますので、結果的に筋肉も残ってかっこいい体になります。ですので、カロリーっていうのは段階的に少しずつ落としていくようにしましょう。マイナス 100kcal ずつの変化でも全然体は変わっていきます。で、一気にカロリーを落とせば、もちろん体重っていうのは落ちてくるんですけれども、その体重の落ち方に対して体脂肪よりも筋肉が落ちてしまったりとか、そもそもそんな摂取カロリーだと生活もきつくなってしまいます。減量する場合、ほとんどの人が頑張りすぎてしまって体調悪くなるパターンっていうのに陥ってしまいますので、この辺のカロリーの減らしすぎには注意してもらいたいです。で、減量していく中でこのカロリーを落とすっていうのは最後の、何ですかね、切り札といいますか、できる限り別のことで解決していった方がしっかり筋肉を残しながら減量をすることができます。なので、チートデイだったりとかハイカーボデイを入れたりとか、あと運動量を増やしたりして解消していきましょう。昔の私もそうだったんですけれども、基礎代謝以下になってしまうようなカロリーで減量したこともあります。そうすると思ったよりもかなり筋肉が減ってしまっていて、かっこいい体にもならなかったですし、もちろん大会も予選で負けてしまいましたし、そもそ もう日常生活もままならないような状態になってしまって、家族にかなり迷惑をかけてしまいました。もう基礎代謝以下に下回る減量っていうのは本当コンテスト間に合わなくて、2週間ぐらいであればベリーローカロリーダイエットとかで、カロリーを極端に落として減らすっていうこともできなくはないんですけれども、それで1ヶ月も2ヶ月も過ごすっていうのはかなり非現実的ですし、筋力もかなり落ちてしまって、その後
またその筋量を増やすのもなかなか大変になってしまいますので、まあ、カロリーっていうのはなるべく落とさずに減量してみるといいんじゃないのかなと思います。なので、まあ、必要なものを必要なタイミングで食べて強度高くトレーニングができていれば、基礎代謝以下にカロリーを落とさなくても体脂肪っていうのはほとんどの場合落ちてきてくれますので、カロリーの設定っていうのはですね、安易に減らすのではなくて計算して確認して行うようにしてみてください。減量スタートして一度減らしたカロリーから増やして、また再開すると結果的に期間もかかってしまいますし、体脂肪を落としにくくなってしまいますので、スタートが肝心ですので、このカロリーのまあ、計算だったりとか確認っていうのは、まあ、ぜひ皆さん取り組んでみてください。もし今回の動画が役に立ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画はこれで以上になりますので、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。